ザ・テレビジョン YouTube をご覧の皆様、こんにちは、藤原太夫です。はい、あ、そうそうそう、素敵。はいね、はい。普段は最近古着にハマっていて、古着屋さんに行って古着を着たりとか、セレクトショップにあるなんかリメイクのシャツとかがすごく好きで、この間もリメイクのなんかつなぎ合わせたみたいなシャツを買いました。ただいま放送中の TBS 金曜10時の恋する母たちに一緒に出演しているあの奥平大賢と宮瀬劉備が最近すごく仲良くて、この間一緒に洋服を買いに行きました。カラオケは僕すごく行くんで歌える曲たくさんあるんですけど、最近はワンオクロックさんの曲をよく歌いますね。あの声の音域を結構広げてて、やっと到達したんでワンオクロックさんも歌います。最近ハマってるのはピアノですね。なんかもともとピアノを2歳半からやっていて、今もジャズピアノをやってるんですけど、なんか自粛期間中に時間があったのでピアノと歌が好きなので歌を合わせて弾き語りをしてみたらすごく楽しくて、今でも暇があったら弾き語りしてますね。なんか弾きたい曲があったらパッて弾いてそれで歌ったりとか、ジャズアレンジしたりとかして楽しんでます。そうですね、今日の撮影はちょっと妖精というかちょっとファンタジーな感じで全身白で撮影したんですけど、なんかちょっと表情とかも笑うだけじゃなくて、なんか笑ってんのと怒ってんのの間みたいなのを工夫してやりました。あと風船のところはピンク色に囲まれていて、僕ピンク好きなんで楽しかったです。綺麗でした。めっちゃかっこよくね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。